バービーボーイズ暗闇美ーデジタルウェブ版0 5をリリースバービーボーイズが意味深な40周年特設サイト暗闇美ーデジタルウェブ版を突然開設した男女のツインボーカルを擁し1980年代中心に人気を博した5人組ロックバンドバービーボーイズ1987年 メギツネオンザランでブレークし目を閉じておいでよはオリコン週間ランキング最高位8位を記録した。そんなバービーボーイズが2024年9月21日、デビューシングル、暗闇でダンスから40周年を迎えた。デビュー40周年というタイミングで何かが始まるのか、まだ正式な情報は一切ないものの、以前の暗闇日報をリニューアル、装いもタイトルも新たにウェブ、 モバイルメインの Web 版、暗闇美肥デジタル05がリリースされた。その記事によると、バービーボーイズなら8の日に更新していくことがいいだろう、ということが現在決定しているようで、今後何かが動き出すかもしれない可能性を示唆している。この、暗闇美肥デジタルによると、情報を月1回まとめてお届けしていければと考えている。 毎月8日に定期的に復活を期待するファンに向けて、役に立つようなどうでも良いような情報も含めてお届けしていきたいとのことで、バービーボーイズの今後の動向に注目だ。